はい、どうも皆さんこんにちは、会長です。今日はスプラトゥーンのね動画を撮っていきたいと思います。まあ3まであと1年ぐらいなんで、スプラ YouTuber になるために動画をね、まあ、週1ぐらいではちゃんと投稿していこうかなと。で、腕前 X になったら動画投稿を始めようとか言ってたくせに、腕前 X になっても投稿してないからね。それやるんちゃう。あべ、あーエロ、オッケー、それはいいでしょう。ナイス、引っ込み打ち、偉い。オッケー、足元塗ってあげて、まあ、ポイズンがなくなったら多分前出ると思うから、前出ていいよ、前出ていいよ、前出ていい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 。バレてないんじゃね？バレてるわ。待つか。あー、ごめん、挟まれてた。思ったよりラインが低かったというか、まだ復帰だったのか。もう復帰したつもりでいました、時間的に。やらかしたな。今のは、右に飴投げて正面だけ見とくとかあれだったんだ。あれ突っ込む必要ないよね。あれ、どこに行った、やったのか。やったなら正直17なんで守って勝ちなんですよ。左奥に2枚いるだろうから、やり、これは待ちだな。あー、味方強っ、味方が強いです、味方が強い、頑張れ、ナイス。いや、いいね、マジで初手ナイスをしてくれる人は割といい。なんかみんなね、機嫌よくやってるから、プレイもね、素晴らしいですね。じゃあ次の試合いきまーす。さあ2戦目やっていきまーす。ちょっとね、なんでガチホコかっていうと、あのエリアとヤグラは X なんですけど、ホコとアサリが全然全くやってないんで、ちょっと動画をやるっていうね、目的をつけながらちゃんとね、腕前も上げていこうかなっていう感じでございます。ごめん、これ焦っちゃうね。これは味方の復帰を待つ、復帰というか、まあ、OK、うますぎる、会長起床し、うますぎます、うますぎます、うますぎます、うますぎるけど割りたいです、お願いします。わー、ごめん、やられた。いやー、今の聞いてよかったかもしれない。正直7までいったら勝ちみたいなとこあるんですよね、正直ね。最初進めちゃったら、まあ動画的に面白くないのはわかるんですけど、
勝ってしまっていると。あれさあ真ん中をね塗りたくって、まあ、裏取りはまだできないんで。ナイス味方は。こっち？あれエリアじゃないからここはないのか。こっから降りたらエリア裏取りできるからねえか。OK。危ない危ない。ナイスカバー。偉すぎ。今のはメインで頑張ってスライドしまくんないで、インクを回復、体力を回復して味方のカバーを待つというね。なんと裏やられてる。ごめん。え、待って待って待って、あぶねー、あぶねー、あぶねー、あーやられた。なんだそのホコショット、うますぎだろ。まあ、ゆっくり止めてこう、ゆっくり。相手はね、焦るから。絶対相手の方が焦ってるから。こっちが焦って突っ込んで死ぬ必要はない。とか言いながらすぐ死んでいくっていうね。やばい、助けてください。二人も来てしまった。ただこっちが、こっちが進んでいく。いいぞいいぞ、ホグルートを作れ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 。あー、間に合わなかった。じゃあ相手のイカ速が速かったですね。寿司べかな、寿司べがイカ速3ついてるから。なんでバレたんだよ。え、あふうでかやばい。裏裏裏裏裏、お願いします。裏です、裏です。裏取りに注意せよ。ちょい取れておるやん。オッケー、あとでやるだけ。オッケー、やり、いいね。まあオールしてるから味方落ちなくてもよかったけど、まあ、とりあえず自信を塗りたくって。怖かったー、怖かったーっていうかまだ終わってないけど。やってくれでしょ、やってくれでしょ。危ねえ。いや、ちょっと危なかったな今。いや、いちいち危ないのマジで何。オッケーオッケーオッケー。この試合は思ったより活躍できたんじゃないですか。はい、18キレ、いいっすね。じゃあもう一戦ぐらい行ってきます。はい、最後をやっていきます。ホコパワーは1940。ホコってマジでむずいよな。なんか最近アサリの方がまだ楽しくねって思ってきました。それが一番嫌いだったんですけど、やっぱ連携取れると楽しいわ。防衛と攻めの、
30か。36か。待って、何してんの。落としな。ナイスよ。待って、なんだよねー。めっちゃ相手裏取ってくるから上から押さえてくべきかな。味方も人々裏見てやってくれてるから俺が正面から引きを押していった方がいいのかな。やってもらってる。ナイス。え？やってくれるでしょ。ごめん。オッケー、オッケー、オッケー。わお。マジで落ちそう、落ちそう、落ちそう。オッケー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 。マジで落ち着けやがってる。いや相手偉しい。飛んできていいよ。雨投げたい、雨投げたい。危ねえ。ナイス、ナイス味方、マジでありがとう。じゃあ横へはもうちょっと詰めたいね。割れるかな、それ。ワンチャン飛ぶか。31か。いや2ぐらい進んでくんないかなと思ったけど、1だよね今進んだの。1は2も変わんねえな。とりあえず裏で取られないようにだけ、裏でやられないようにだけ気をつけて。味方裏見てくれてるから。若葉やって、いやどっちだろうな。網は多分最後にもう一回溜めるから。今ナイス。いや1かぶるから戻るか。裏崩壊で間に合いませんでしたっていうの怖いから、それキャッチできるかな。ナイス。ナイス、返してくれた、ありがとな。いや動きがちょっと一緒だったからさ。うわマジか、うまっ。粘性能めっちゃ積んでるね。これ火力高いわ。あと1回止めるだけ。味方はそこで待ってるから下な。うわごめん、まさか裏の裏がいるとは。ごめんなさいでした。オッケー、ナイスー、ナイスー。
まあ、という感じでガチョコバトルまだまだ X までほど遠いんですけど頑張っていきたいと思います。まあ他のね、まあ、主にエリアの動画が一番面白いと思うんであげたいんですけど、計測失敗しちゃったからね、まあその分取り返すためにも頑張っていきたいと思います。はい、ギアだけ見せて終わるか。ギアは普通のギアです。はい、というわけでお疲れ様でした。さよなら。